どうも、アイチです。ちょっといつもと違う部屋で、申し訳ない。今日はですね、動画を撮る予定の日じゃなかったんですけど、みんなからもらったメールとかコメントを今読んでて、ごめんなさいね。よくできてんすよ、最近のおもちゃ。息子のおもちゃなんですけど。で、どうしてもね、伝えたいことができたんで、ちょっとサクッと言わせてください。まあ、時期的なものもあると思うんですけど、もう自分は多分テストがうまくいかなかったりね、模試がうまくいかなかったりしたと思うんですよ。で、もう自分なんてダメだとか、もう無理ですよねとか、すごいこう自分バカなんでクズなんでとかっていうのがね、いっぱいあったんですよ。まあメールがやっぱ多いんですけど、そういうのは。あのね、ずっと、このチャンネル始めてから多分初期の頃からずっと言ってるんですけど、自分のこのチャンネルで多分まあ勉強動画をね、使おうと思って来てくれて、まあ使ってる方もいれば、使おうと思って今来てくれてる方とかもいると思うんですけど、自分のチャンネルに来てくれてる人にクズもバカも一人もいないんだって。はい。っていつも言うんす。それをね、言いたくなったんですよ、この動画で。で、どういうことかっていうと、その、エンタメがいっぱいいる、ある、このね、YouTube の中で、来てくれたわけじゃん。それで、だって、どうせ来たけど勉強してないんですもんっていう方もいると思うんですけど、でも、もし、例えばね、こう、もう、勉強だってもう本当にいい。もう全然気にしてない。もう勝手にするわ、みたいな。よくわかんないけど、全くもう、頑張ろうとか、良くなりたいっていう気がゼロになったら、自分のチャンネルともポチッとしないと思うんですよ。例えば今頑張れてなかったり、努力ができてなかったり、勉強できてなかったりだと、あったとしても、どっかでは、できるようになりたいとか、頑張りたいとか、変わりたいって思ってるから、きっと自分のチャンネルを見に来てくれてるから、その気持ちを持って、そうやってクリックをして、変わりたいって思って、それで変われるか変われないかはまず置いといて、変わりたいと思ってどっかでポチッとしてる時点で、自分のどっかでは戦ってるじゃん。その、なんかこうさ、まあ負けそうになってる自分の気持ちを頑張ってこう戦おうとしてるわけだし、でまあ勉強動画を使ってくれてる子に関しては、そのエンタメがいっぱいある中でさ、その10分とかぐらいのさ、動画を見て勉強しようって思ってしてるわけでしょ。だからそれが今成績がね、例えばあんま振るわないというか良くなかったとしても、バカっていうのは成績が悪いからバカっていうことじゃないと思うの、俺は。もちろんそれでね、その点数とか偏差値っていうその数字で頭がいいとか頭が悪いとか判断されるその基準も一個あるとは思うけど、でもね、そうじゃないと思うんだよね。そう。だから、自分はいろいろ言われるよ。この発言も何回かしてるんですけど、まあ言うたびに結構言われるんですけど、でもそれでもね、ここはね、譲れないんですよ。自分のチャンネル来てる子にバカは絶対ないって一人も。そう。だってみんな、見てくれてるみんなが俺の自慢だもん。そう。頑張ってるから。だから、そうやって、まあ、自分は再生数とかさ、そういうところでしか見ることはできないですけど、あとはテスト時期とかさ、受験終わった時に、受かりました、テスト上がりました、みたいな、受けて、あ、頑張ったんだね、っていうのがわかるからさ、そこで一番実感するけど、でも、見てくれてて、で、勉強してるんだって、頑張ってんだって、こう、コメント欄とか、あとはツイッターとかを通じて感じることで、おっしゃ、俺も頑張るぞって思って、もうなんだろう、支え合いじゃないけどさ、そうやってみんな頑張ってるから俺も頑張ってるとこもあるわけなのよ。そう。だから、その、落ち込んだりとかさ、まあ不安もつきまとってくるじゃん。受験受かんなかったらどうしようとかいろいろあると思うんだけど、もちろんね。でも、そこに、まあもちろんこれポチッとしてる時点で、きっとね、まだ負けてはないと思う。完全敗北はしてないと思う。でも、きっと負けそうになってる子もいると思うんだけど、ぜひ負けないでほしいし、あと一番は、そんなに自分のことをバカだの、クズなの、なんかもうなんかダメだのっていうのを言わないでやってくれっていうのをすごく思ったので、ちょっと言わせてもらいました。ちょっと変な動画になっちゃいましたけど、すいません、本当にご視聴いただきありがとうございました。